皆さんは最近活発に更新されていく BTS の最新情報についてどのくらい収集できているでしょうか。現在でも入隊中の BTS メンバーたちですが、入隊中でのエピソードのみだけでなく、最近ではアーティスト BTS としての情報も少しずつ解禁されるようになりました。これはメンバー最年長でありトップバッターで入隊したジンの除隊日が近づいていることが理由の一つではないでしょうか。リアルタイムでアーティスト活動をしていなくても、毎日のようにいろんなメンバーたちの情報を得ることができるために、アーミーたちの寂しさも少しは和らいでいるのではないでしょうか。さて、今回はこれまでにまだお伝えしきれていない BTS の最新情報についてご紹介していきます。第5師団の新兵教育大隊にて兵長を務めているジンに関して、4月15日に軍隊での新たなエピソードが公開されました。最近ジンは部隊での修了式を迎えて、式には訓練兵たちの家族や友人たちが訪問しました。今回の修了式に参加したある一人の訓練兵の知り合いが、この式に参加した際にジンの姿を目撃したといい、その時のエピソードを共有してくれたのです。訓練兵の知り合いだという目撃者は、普段美容師として働いているようです。そのため修了式でジンの姿を目撃すると、職業柄ジンの頭の形をじっと注意深く見てしまったといいます。ジンを直接見たという知人の美容師さんは、格別な本物のイケメンの小さくて美しい頭の形、そして横から見る姿も素晴らしいと、彼のビジュアルの良さだけでなく頭の形にまで絶賛の声を上げていたのです。このエピソードを知ったアーミーからは、やっぱりジンのビジュアルの良さは美容師さんでも絶賛するほどなんだね、頭の形までイケメンだなんて、さすがワールドワイドハンサム、美容師さんも褒めるほどの頭の形の良さだなんて、まるで彫刻のような美しさってことかな、などといったコメントを寄せていました。最近行われた修了式にジンが参加していたということは、自身の教え子である訓練兵の修了式に参加していたということですね。今回の修了式が終わると、次回の新しい訓練兵を迎えるまでに期間が少し空くといいます。そのため現在ジンは休暇期間に入っているのではないかと言われています。ジンの除隊日は6月を予定しているため、今回の休暇が最後となり、休暇後に迎える新しい訓練兵も除隊前最後となる教え子となるのではないでしょうか。現在第15師団の軍楽隊に所属している RM に関して、最近 SNS にて新たな動きがあったことにアーミーから大きな注目を浴びています。 BTS メンバーそれぞれが軍泊期に入っている今、それぞれの所属先で軍生活を送りながら任務に全うしている中で、 RM は比較的頻繁に SNS を訪れて、アーミーへ音楽や近況についての情報をシェアしてくれています。そんな SNS 更新を頻繁にしてくれていた RM でしたが、4月12日になると、なんと自身のインスタグラムの投稿のほとんどを削除していたのです。以前までは RM のインスタグラムアカウントを覗いてみると、複数の投稿を残したままにしていましたが、12日になるとほとんど削除されていて、たった7つの投稿のみが残されている状態になっていました。突然一気にほとんどの投稿が削除されていたために、アーミーからは、どうして一気に消されているの？と驚きを隠せない声が多数寄せられていました。そんな中、翌日の13日にはさらに一つの投稿が削除され、ついには RM のインスタグラムアカウントに残っている投稿が6つとなってしまっていました。2日連続で削除され続けている RM のインスタグラムアカウント、一体何が起こったのでしょうか。そしてアーミーたちの疑問をさらに深めたのが、インスタグラムのアイコンまでも初期化になっていたことです。これまで RM が投稿してきたものが一気に削除されたことや、アイコンが初期化されてしまっていることに関して、世界中のアーミーからは様々な考察がされています。例えば、これから始まる音楽活動のカウントダウンをしているのでは、という考察が多く寄せられています。
インスタグラムアカウントに残していた7つの投稿を一気に削除するのではなく、1日前に6つ削除し、翌日に1つ削除したということについても、何かしらの意味があるのではないかと考えるアーミーも少なくはないようです。RM が残した投稿を確認してみると、残った投稿の中で一番古い投稿が、シュガのソロコンサートに特別出演した時の映像であったために、この RM の動向が本当に何かのカウントダウンを意味しているのであれば、音楽活動についてのカウントダウンなのではないか、という考察が濃厚になっているようにも感じます。入隊前に作品を準備していると言っていた RM ですが、ここでその詳細が明らかになるのでしょうか。突然始まった RM の投稿削除に、アーミーは何かしらの動きがあるのではないかと目が離せない様子でした。現在、第5師団の白熊部隊にて調理兵として服務しているジョングクに関して、最近新たなインスタグラムアカウントを開設したことで大変話題となりました。そのインスタグラムアカウントはジョングクの日常や活動に関する投稿ではなく、彼の愛犬であるバムのためのインスタグラムアカウントということです。そのためアカウント名もバムズダッド、バムの父親という名前になっていて、アイコンもバムと共に撮影した幸せそうなジョングクの写真が使用されていました。ジョングクは今から約1年ほど前に、もともと運営していた自身のインスタグラムアカウントを突然削除して、ミバースや TikTok にて SNS 活動を行うようになりました。そして今回、軍生活中にもかかわらず新しいインスタグラムアカウントを開設してくれたジョングクに対して、アーミーからも喜びの声が多数寄せられました。ジョングクが愛犬バムのインスタグラムアカウントを開設したのは4月14日でしたが、この日に開設をすると2日後の16日にはなんとフォロワー400万人を達成し、数字で見てもかなりの反響があったことがわかります。そんな中、再び注目されているのがジョングクが入隊する直前に行ってくれたライブ配信中のトークについてです。このライブ配信中にジョングクは次のように語っていました。2025年には僕の TikTok のフィードを見ると、ほとんどバムが約 50% 以上占めているのではないかという考えを慎重にしています。僕のインスタグラムはなくてもバムのインスタグラムはできるかもしれません、うん、多分、とこのように語っていたジョングク。今後自身のインスタグラムのアカウントが復活する可能性として、復活しても自身の生活や活動を投稿していくアカウントではなく、愛犬バムのためのアカウントであれば可能性はあると語ってくれたのです。この時からすでにバムのインスタグラムのアカウント開設を考えていたということですね。またこのライブ配信では愛犬バムに対してこのようなことも語っていました。バムに申し訳ない、余裕がないのに飼ってはいけない、バム以外は飼わない、除隊したらすぐ整理して今いる場所にも旅行みたいに連れて行ったりしながら一緒にいられるようにしたい、と話していたジョングク。 BTS としてジョングクソロとしての活動があまりにも忙しすぎてバムとあまり過ごせていないことが彼なりにとても残念であり気がかりとなっているようでした。だからこそ少しでもバムに対する愛情をしっかりと表現しようという思いも今回バムのためのインスタグラムアカウント開設につながった理由の一つになったのではないでしょうか。ジョングクが開設した愛犬バムのインスタグラムアカウントについて、投稿内容はもちろんのこと、開設時に書いていた説明欄に関しても多くのアーミーから注目を集めていました。インスタグラムのユーザーネームの下にはアカウントについての説明などを記載することができる箇所があり、ジョングクはこの説明欄の部分をこれまでに2回書き直していました。最初に説明欄に記載されていたのは犬が吠えるという意味を持つバークという単語を説明欄いっぱいに埋め尽くすほど記載していたのです。この頃はまだアーミーたちはこのアカウントはジョングク本人のものなの？それとも偽物？と疑心暗鬼になっていたタイミングでした。しかし本物のアカウントなのか偽物なのか、
アーミーたちが困惑していることを知ったのか、後にジョングク本人がウィバースにて、バムのアカウントは自分のものであるということを報告すると、アカウントの説明欄もハブアグッドバムと書き直していたのです。そしてこのハブアグッドバムというフレーズに関して、アーミーから再び考察が挙げられました。ジョングクの愛犬の名前でもあるバムという単語は、韓国語で夜という意味を持っています。そのためハブアグッドバムはハブアグッドナイトという意味にも捉えることができるのです。このことを発見したアーミーたちからは、バムと夜をかけていたなんてジョングクらしいね、おしゃれなフレーズだ、これはジョングクのギャグってことかな、バム愛を感じる上にアーミーに対する思いにも捉えられて素敵、これはセンスが良すぎる親父ギャグだね、などの称賛する声がたくさん寄せられていました。さらにこのギャグ感のある説明欄のフレーズからジンを思い出すなといったアーミーからのコメントもいくつかありました。活動中に幾度となく親父ギャグを連呼していたジン、そんなヒョンとずっと共に過ごしてきたからこそ、少なからずジョングクはジンに影響を受けながらギャグを言うようになったのではと、アーミーたちは喜びの声を上げています。ジョングクの兵役中に開設された愛犬バムのインスタグラムアカウントですが、このまま入隊中でもいろんなバムの投稿を見ることができるのか注目していきたいですね。またジョングクが除隊した後もどのような投稿になるのか気になるところです。現在社会服務要員として兵役服務しているシュガ、そんな彼が4月21日に新たなメッセージを投稿したことでアーミーから注目を集めています。昨年9月に入隊をしたシュガは、最近基礎軍事訓練を受けるためにロンサン訓練所に入所して約3週間の厳しい軍生活を送りました。すでにこの訓練は終えており、修了式も開催されたとのことです。シュガは軍務の一環として訓練生活を送りましたが、今後は代替要員として再び元の軍生活に戻る予定だとされています。このように軍での動きを見せている中で、シュガに関しては入隊前に行っていたソロ活動についても新たな動きが見られています。最近では昨年に開催されたシュガのソロコンサートツアーのアンコール公演が映画館にて放映されました。また4月21日には BTS の公式 SNS にてシュガの新しい映像であるシュガオガスト D デーグッドデーが公開されました。映像ではシュガがソロ公演の後に心境を語っていたり、ソロアルバム D デーのビハインドからオガスト D ツアーの舞台裏まで2023年の活動の思い出たちをまとめた特別映像となっていました。シュガのソロアルバム D デーは今回の映像公開のちょうど1年前である4月21日にリリースされたアルバムであり、このようにちょうど1年後に新しい映像を公開してくれたのは、 D デーの1周年記念をアーミーたちと共にお祝いするためのものでした。この日を迎える時には入隊中であるために、アーミーと一緒にお祝いできないことを分かっていたシュガからのささやかなプレゼントだったのですね。ツアー最終日が終了した直後のコメントでは、何も言うことはありません。真の D デーになったと思います。皆さんがいい思い出と素敵な感情だけを抱いて明日を迎えることを祈っています。と話していたシュガ。ソロワールドツアーを無事に終えた後の清々しさを感じられた反面、どこか寂しそうな雰囲気も感じられたシュガの目にはうっすらと涙を浮かべていたのも印象的でした。D デー1周年記念に嬉しいプレゼントを残してくれたシュガですが、今回公開された映像の中にはさまざまな仕掛けが施されているとアーミーたちが話題にしています。この映像ではパソコンのデスクトップをモチーフとしたデザインが時々登場するのですが、このデスクトップにいろんな仕掛けが施されているのではないかと言われているのです。このデスクトップをよく見てみると、左側にはいくつかのファイルが並べられていました。このファイルを横から一列ずつ見ていくと、一番上の段はドラフト・フォー・アーミー、つまりアーミーのためのコンテンツというものと、リリックス、
つまり歌詞というファイルが存在します。この他にも From D と D ボーイというファイルがありますが、これらはどちらともシュガ自身を表しているのではないかと考えられています。これらのことを踏まえて、今後シュガから新しい曲やコンテンツが発表されるのではないかという考察がアーミーの間で話題となっているのです。このデスクトップモチーフの画面がシュガにとっての次の活動のスポとなっているのであれば、とても楽しみですよね。さらにこのファイルには724148という数字も存在していました。これはシュガが以前リリースした曲の曲名でもあり、ミュージシャンになるという彼の夢を追いかける旅と苦労を歌った作品となっています。724はシュガが家からテグの音楽制作の仕事に向かうために利用していたバスの番号で、148はシュガが寮から職場までに利用していたバスの番号です。これらを踏まえてアーミーからは、細部までこだわって作られたこのコンテンツ、新しい作品を期待していいってことかな。次回作のスポだったら楽しみすぎるといった期待の声が多数寄せられていました。そして冒頭にデスクトップ画面が映し出されると、右上の日付と時間が4月21日3時9分となっていたことにも気がついたアーミー。映像公開日とともにシュガの誕生日が表示されていたのです。また映像は9分の動画となっているために、動画ごとに時計も進んでいき、最後は3時18分と表示されます。途中に表示される3時16分は逆から読むと613となり、 BTS のデビュー日を表しているようにも感じます。さらにはデスクトップに表示されているファイルの数が7つであることから、シュガのソロコンテンツのように感じても、どことなく BTS グループとしてのコンテンツにも感じ取れるとアーミーから感動の声が上がっています。今回はこれまでにご紹介していない BTS 最新情報についてご紹介しました。まだ入隊中のメンバーたちですが、ジンの除隊日が残りわずかとなっているこのタイミングで SNS にて動きがあったり、新しいコンテンツのスポのようなものを公開してくれたりと、実にいろんな動きを見せてくれています。2025年に BTS メンバーたちが再び集結して完全体となった時、どれほど大きなプロジェクトが待ち構えているのか、今からとても楽しみですね。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘ。